人生の総資産を増やすグレートインベスターへの道。こんにちは、ミツロです。今回は8つのパラメーターの中のメンタル、才能のテーマでお話をしていきたいと思います。よくいただく質問があります。それは正解が何かがわからないんですっていう質問なんですよね。これが合ってんのかがわかんない、正しいのかがわかんないから一歩踏み出せないんですって。だからどうしても自分の中で本当にこれで合ってるのかな、これやったところで変わるのかな、意味あるのかなって思って全力でそこに乗っかれないっていうね、質問っていうのはね結構よくいただくんですね。多分ですね、この動画を見ていただいている方も僕のメルマガを読んでくださっている方もみんな何かしらこう変わりたいとか、こういう風な自分になりたいなっていう思いをまあ持たれていると思うんですけども、でもまあありがちなのがそう思ってるんだけどなかなか変われないっていう状況って、まあ、多分誰でも経験したことがあるんじゃないかなと思います。僕もそういう時期っていうのはありましたし、今でもまあなんていうんですかね、もっとこうなっていきたいなって思う部分と、あ、今の自分だったらまだまだだなっていう風な、そのギャップを感じる時も多々ありますし、だからそのギャップを埋めるためにじゃあどうしようかっていう風に日々考えながら挑戦して自分の心を奮い立たせてやっていってますし、そしてもう一個今日本当にねお伝えしたい大事なあの話があるんですけど、それを僕は実践することによって自分の無理なんじゃないか、ダメなんじゃないか、どうせやったって、いや本当に合ってんのかなっていう不安を超えることがいつもできてるっていうことなんですよ。それは何かがお話をしていきますけども、そもそもですよね、なんで変わりたいけど変われないのかっていうことなんですけど、それは一言で言ったらですけど、変わらない選択を取り続けてるっていうことなんですよね。まあこれはいつも話してますけど、まあ原因があってまあ結果があるわけですよね。つまり今の結果というものを生んでるには、背景には何かの原因がある。その原因が変わらなければ結果は変わらないわけですよね。例えば歯磨きがすごい雑で全然汚れが取れない、そういう歯磨きのをしていたら当然虫歯という結果は来ますよね。でその時に、ああなんで自分は毎回虫歯になってしまうんだろうっていうふうに悩んでいたとしても、歯の磨き方が変わらなかったら、その原因が変わらなかったら虫歯になるという結果も変わらない。その因果関係っていうのはずっと続いてしまうんですよ。そして、ああまた自分は虫歯になってしまった、ああまた自分は虫歯になってしまったっていうところをずっと繰り返してしまうんですけども、ああ自分はなんで虫歯になっちゃったんだろうっていうところから一歩進んで、どうやったら虫歯にならない歯の磨き方ができるだろうかって考えていくことによって、問いを立てていくことによって原因が変わる。そして結果が変わり、結果が変われば、それがまた原因に反映されて、もっとこうしたらいいんじゃないか、もっとこうやったら良くなるんじゃないか、そしてどんどんぐるぐるぐるこれが回っていって現実が動いていくっていう、そういった、まあ、まず基本的な、ね、背景があるわけですね。でもですね、ここからなんですね、はい、じゃあやり方を変えるとか今までやったことないことに挑戦するっていうのはぶっちゃけ不安じゃないですか、ぶっちゃけ怖いじゃないですか。なぜ怖いかっていうと、逆に言うとですね、人は、まあ、これ僕も含めてそうですけども、この予測可能、計算可能な領域の中にとどまっていたいという気持ちが強いんですね。分かっていたい、これをやったらどうなるか知っておきたい、明日どうなるのか一応分かっておきたい、自分はどういう人間なのか知っておきたい、これをやったらどれぐらいの結果が出るのか知っておきたいっていうふうに、計算可能、予測可能な領域の中にとどまりたいという、それは人の本能、 DNA に刻まれている、それは衝動なんですよ。なんでかって言ったら、これはまあ大昔からの人間のまあ防衛本能で、予測不可能、未知の領域に行ったら死ぬ可能性があるからなんですね。昔は、今じゃないですよ。昔はこう自分が住み慣れた洞窟から出て、こう未開拓のジャングルに行った時にどんな毒を持った蛇が出てくるかわからない、どんな危険な獣に襲われるかわからない、どんな生物がいるかもわからない、なってる実も果物もそれが食べれるのか毒が入ってるのかわかんないわけですね。ってなったら、そこに行くの危険だよって、行こうとしたら恐怖とか不安っていうのがバンって出てきて行かせないようにするんですよ。でもそれは大昔の人間にとっては必要だったかもしれないですけど、今のこの現代社会においてはそれは
あんまり必要じゃないんですよね。いや例えば自分が知らない都道府県に行って死ぬとか、まあ、そうそうないじゃないですか、まあ、ないわけですよねそれはね。まあ自分がやったことないことを勉強して死ぬとかもないわけじゃないですか。でもそこに人は本能的に不安とか恐怖を感じ、自分が分かっている範囲の中にとどまろうとする。でも人はそれでは満足しないんですよ。人はね、自分の胸の奥ではもっと成長したい、もっとこんな自分になりたい、もっとこういうことできるようになっていきたいっていう向上心が絶対あるんです。だからその板挟みになってしまうんですね。板挟みになって結局苦しいっていう風になっていってしまう。こんな苦しいんだったらもういいやっていう風に諦めてしまうっていうことも僕も何回もそれはありましたね。やっぱね、楽なとこにいたいなっていうのはね、それに負けちゃってた時もありましたし、今も油断したらいやいいんじゃないのっていう風な悪魔のささやきね負けそうになる時もあるし、まあこんぐらいでいいんじゃないのみたいな妥協の気持ちが出てくることもあるし、でもそのためにあ違うなって、ここで踏み出さなかったら今までと同じじゃんっていう風にやっぱ自分を鼓舞するあの毎日ではあるんですよね。でもさっきも言いましたけど、この枠の外に行くのはやっぱり怖いんですよ。不安なんですよ。だってどうなるか分かんないから。それがやってみたところで何も変わらないかもしれない、いやすごい変わるかもしれない。それは計算不可能な領域、予測不可能な領域なんですよね。でもそこに飛び出さなければ今までの流れは変わらない。じゃあそうなった時にどうしたらいいのかってことなんですけど、そのそこから抜け出して僕がすごい大きく変わったタイミング、その時に出会った本がこの命のご飯っていう本なんですね。これはもう僕の人生のバイブルです。これね、 YouTube で今まで3回か4回ぐらい紹介している本なんですよ。命のご飯、これは今一緒にやってる仲間であるお食事ユニは店長のチコさんの本です。初めて出した本、新装版ですけどね、今はね初めて出した本で、僕は本当にね、うわーなんか俺本当人生うだつ上がらんわっていう時にこの本を読んで、そこから流れが大きく変わりました。じゃあ何をしたのかっていうと、このね本に書かれてあることをそのまま自分の好き嫌いとか判断を入れずに、ただただよくわかんないけどやってみたんですよ。そしたら流れが大きく変わったんです。でもね、それまではどうしていいか分かんなかったんですよ。いろんなことを勉強してみた、いろんなことも自分なりにやってみたけども、なんかうだつ上がんないわ、なんか変わんないわ、流れがあって、なんか自分の弱いところって全然変わんないなって、え俺って本当にこれダメなんじゃないのみたいな、すごい絶望的な状況だったんですよ。その時にこの本を読んで、もともとチコさんも、まあ、大変だったんですよね。すごい一時期落ち込んでて、まともに勉強することもできず、塾生の時にね、大学受験塾ミスターステップアップの塾の、まあ、もともと塾生なんですけど、チコ店長はその時にも勉強する元気すらもない、でもそんなに心も体もズタボロの中で北極老人が作ってくれたおむすびを食べた時に、本当にそのおむすびから温かさを感じ、それを食べ続けていった結果元気になって勉強できるようになっていって、そして今ではお店の店長をしているっていう、そんな風に人生が劇的に変わってる。なんでかっていうことがこの本に書かれてるんですね。まあチコ店長も本当にね、北極老人から教わったことをただ愚直に実践していったっていうことなんですけども、その実践していったことっていうのは全然難しいことじゃないんですよね。これ読むと、例えばね、もう本当に実践ポイントとか書いてあるんですけど、いやこれ本当に誰でもできることです。例えばまずは自分の直感を信じて良いお箸を選んでみようとか、食材に敬意を払いつつしみじみと感謝しながら料理を作ろう、感謝しながら食べようとか、これ全然今日からできることじゃないですか。誰かの誕生日を心からお祝いするような気持ちで毎日生きようとか、そんなことがね、いろいろと書いてあるんですね。あとは自分の部屋から無意識に置かれているものをなくしてみようだったり、調理台の上は一切余計なものを置かず、冷蔵庫や棚の中もいつもきれいにする、日常生活における気持ちいい気持ち悪いのレベルを上げよう、使わないもの、不要なもの、余計なものは 0.1 秒で捨てようとかねいや本当にシンプルなことが書かれている。でもそれまで僕はいろんな難しい本を読んだりとか、いろんなセミナー行ったりとか、いろんな勉強してもなんか違うなっていうのはずっとあった。だから全くアプローチ変えてみたんですよ。もう金融出身でトレーダーでなんかビジネスやってる僕が、全然一見なんか違うじゃないですか、ジャンルが。でもこれを読んで、この本に書かれてる通りに掃除をしてみたり、ご飯を感謝の気持ちを持って食べてみたり、
っていうことを続けていった結果、すごい感覚が変わっていったんですね。物事の捉え方、見え方も変わっていった。あ、だから自分こんなことで悩んでたんだっていうふうに自分のことも見えるようになっていった。大きく大きくそこから変化していったんですよ。でそれは自分の好き嫌いとかこうしたらいいんじゃないかっていうのは全部横に置いて、ただただまずは 100% やってみる、実践してみるっていうところがやっぱりね、鍵だったんですね。どうしたらいいか分かんない、本当に合ってんのか分かんない、だからこそ 100% 自分の基準は一旦横に置いて、それを全力でやってみるってことをやった時に、僕はこの自分の枠から飛び出せたんです。でもやってることはめっちゃ簡単じゃないですか。いや、これやるの本当怖いわみたいなことは一個も書いてない。だから逆に言うと実践できたのかもしれないです。そしてまずはそうやって行動から真似ていく行動、部屋を掃除するとかもそうですし、目の前のね、その食器を丁寧に丁寧に扱うとか、行動から今すぐできること、そこからまず入り、体ですね、体から入り、そして次は言葉を真似ていく。こういう言葉をチコさんは使ってるんだな、ありがとうとか、例えばね、ここにも書いてあるんですけど、一つの食材と出会った時に、あ、本当に出会えてよかった、 ありがたいなっていうふうに思うんですよねって、そういう言葉、今度は言葉を真似ていく、口ですね。そして意識です。どういう意識でそれをやってるのか、どういう意識で料理してんのかな、どういう意識で日常食ってんのかな、どういう意識で食器洗ってんのかなっていうことを、それも次は真似てみる。意識、これを心食いというふうに言います。まず体から入る、行動から入る、動きから入る、次に口、言葉から入る、そして意識を真似ていく。それによって、あれ、気づいたら、これまでの自分の枠を飛び出せてんなっていうふうになっていく。そうやって自分の成長を阻もうとする自分の中のそういった DNA ですよね、それを超えていく日々を送っていくっていうことが、一日一日積み上げていくっていうことが本当にですね、大切になってきます。そしてそれは投資ですよね。まさに毎日毎日そうやって積み重ねていくことによって、振り返った時にものすごい複利が効いてる、ものすごいレバレッジかかってるっていう風になっていく。それが3ヶ月半年続いたら、1年続いたら、そのね、1年前には想像できなかったような自分になってる、まさに予定調和を超えた人生ですよね。それが総資産、自分の人生の総資産が増えるグレートインベスターというですね、生き方なんだっていうことを僕も北極老人から教わってます。ということで、ぜひそれを一緒に、実践していけたらと思いますし、何からやっていいかわからないっていう方は、今の自分の専門分野は一旦置いといて、このね、命のご飯を読んで、ぜひぜひ実践されることをお勧めしたいなと思います。ということで、やってみたらぜひまた感想とかコメントやメールでいただけたら嬉しいです。